サムライケンスケことサムケンです。今回のテーマは前回の動画コロちゃんワッチンで遺伝子組み換え人間誕生では、これから起こりうる未来についてお話しさせていただいたわけですが、そもそもですね、このコロちゃん騒動における一番の重要な役者は一体誰であると皆さんはお考えでしょうか。私が思うにその答えは CR 検査だと思います。そして先日11月22日に海外からとんでもない記事が上がってきました。それがこちらです。ポルトガルの裁判所が CR 検査は信用できず、強制隔離は違法という判決を下すということで、ポルトガルの控訴裁判所は新型コロちゃんの CR 検査プロセスが信頼できるものではなく、故にこうした検査結果をもとに強制隔離は違法という判決を下したと。で、この判決は11月11日水曜日に開示され、それ以降さまざまな独立系ニュースメディアで報じられている。しかし当然主流メディアはこの判決を一切報じていないと。アメリカの投稿掲示板であるレディットはこのニュースに関する投稿を信頼できる情報源ではないという理由で削除しているそうです。で、それがですね、こちらのサイトですね。この赤いバッテンのところを見ますと、Sorry, this post has been removed by the moderators とかね、書いてありまして、削除されております。そして、実際には、正式なポルトガルの裁判所による発表文書を元にしているにもかかわらず、証拠がないって言ってるんですね。で、その実際のですね、ポルトガルの裁判所による発表文書がこちらです。で、もともとですね、ポルトガル語を日本語にですね、Google 翻訳した画像になります。はい、そしてですね、引き続き記事の続きを読み上げますと、またこの判決では健康な人たちに強制隔離を適用することは人々の自由に対する基本的権利の侵害となりうると示している。この判決内容でおそらく最も重要なことは、1回の CR 検査で陽性が出たというだけでは感染を示す有効な診断として使えないと裁判官たちが判決を下したことだ。本件においてドイツからポルトガルに入国した4人の観光客に関する具体的事例が実際に争われたと。彼らはポルトガルの地元当局によって強制隔離された。彼らは裁判記録では全員匿名で扱われている。この4人の観光客のうち1人だけが検査で陽性結果が出た。残る3人はこの陽性者と密接に接触していたことから交感染リスクとみなされた。これら4人は全員ドイツを出国する前の72時間は陰性という検査結果だったと。で、今回下された判決文の中でマルガリダ・ラモス・リ・アラメイダ判事とアナ・パラメシュ判事はいくつかの科学研究を参照していると。その中で最も有名なものはジェファー他が行った研究である。この研究ではCR 検査を35以上のサイクル式位置で行った場合、精度は 3% まで下落するというものである。つまり陽性結果は最大その 97% が偽陽性、誤りである可能性があると。この判決では判事が精査した科学研究をもとに25以上のサイクル式位置で行った CR 検査は全く信憑性に欠けると結論付けていると。各国政府や民間の研究所などは CR 検査を行う場合、正確にいくつのサイクル式位置を使っているかについて口を閉ざしている。しかし時に45サイクル式位置という高い値で行われていることが知られている。新型コロちゃんの恐怖を煽り立てることで有名なドクター・ファウチですら35以上は全く利用価値がないと公の場で語っている
とのことです。で、補足ですが CT 値35以上は全く利用価値がないと述べているアンソニー・ファウチ氏は米国国立アレルギー感染症研究所の所長の方ですね。では具体的に各国の判定基準となる CT 値を考える前に CT 値は何なのかがほとんどの人が意味がわからないと思いますので、できるだけ小学校の低学年のお子さんでもわかるようにですね、私はただの侍ではありますがお恥ずかしながら説明をさせていただきます。CR 検査というのは簡単に言うとウイルスが持つ RNA の特定配列だけを増幅させて検出する研究用の検査のことで、そもそも感染症の診断では使ってはならないとCR 検査発明者でノーベル化学賞及び日本国際賞を受賞された今は亡きキャリー・M 博士もおっしゃっていた検査法なんですけれども、これをですね、現在世界中が感染症の診断として使っているわけであります。でですね、この増幅回数について考えてみましょう。それではこちらの表をご覧ください。これはですね、情報ソースはですね、サムケン調べということで、ツイッターやウェブなどより数値を抜粋してエクセルに入力しました。で、これ2時間ぐらいね、かかりました。はい。で、できる限りですね、わかりやすくちょっと説明していきますと、CT 値ですね、これサイクル値って言って、増幅していくんですけど、一つの RNA ウイルスがあったとして、これをですね、CT 値1では1回2倍にするので、2倍となります。で、CT 値2になりますと2倍したその2をですね2倍するので4になります。で、さらに CT 値3ではその2倍して2倍したその4をさらに2倍するので8になり、さらに2倍すると16、さらに32、64、128、256、512、1024、2048とですね、どん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 倍々ゲームでですね、ネズミ算式に増えていくというですね、ものになっております。で、これがですね、 CT 値が20になった段階で、約100万倍となりまして、そして CT 値30にもなりますと10億倍ぐらいですねになります。で、先ほどですねファウチ博士もおっしゃっていた35以上は全く利用価値がないとね公の場で語ったという、その35になりますと、350億倍になるということですね。で、さらにですねこちらちょっと赤いもうレッドゾーン入ってますけれども、40回となりますと今度はもう1兆倍ですね。はい。さらに45回となりますと、なんと35兆倍というね、もうとんでもない数に増幅されるということです。で、ちょっと画像では載せられないんですけれども、日本の某ですね、英語で言いますと、トレジャーバイオさんのですね、CR キット説明書には、CT 値が40よりも大きい場合、検体量の不足や劣化、またはCR 阻害の疑いがありますと、 RNA 生成を行う手法での再測定により判定することを推奨しますと書かれています。さらに信頼のおける我が国の国立感染症研究所のホームページに掲載されている CT 値の資料を念のため見てみましょう。こちらはですね、病原体検出マニュアルとありまして、令和2年3月19日のですね、資料なんですけれども、12ページ目ですね、こちらを見ますと、×45 サイクルズで PCR のサイクルが、これは、45? そしてさらに、こちらをご覧ください。PCR の回数から考えられる元の溶液中のウイルス推定 RNA 量ということで、CT 値45まで判定基準を上げてしまいますと、元の RNA 量が10個以下で
1個とか2個でも陽性になってしまうわけで、少なくとも1万個以上のウイルスがないと感染力はないと京都大学ウイルス研究所の宮沢准教授ほか専門家の方々がおっしゃっているにもかかわらず、 CT 値45、つまり35兆倍に増幅させて陽性を出して隔離するといったことをされているようですが、一体医療機関さんおよび日本国政府さんは何をされているんですか？そもそもCR 検査キットはどれもあくまでも研究用であり、感染症の診断用では使用していけませんと説明書に書かれているのに、診断用で使っているわけですが、せめてCR 陽性者が出た場合、その際の CT 値を公表されてみてはいかがでしょうか。と言っても日本は CT 値40から45で決まっているとのことなんですけどね。そしてですね、今京都大学ウイルス研究所の宮沢准教授に関しましては、アベマプライムでひろゆき氏に突っつかれて激怒されたっつってねっていうのがネット上でバズっているようですが、以前からとてもねまともな意見をおっしゃる専門家さんとしてお話を参考にさせていただいていたわけなんですけれども、参議院議員の柳瀬さんの YouTube に先日ご出演されたということで、その際の CT 値に関するご意見をブログより取り上げさせていただきます。現在新型コロちゃんウイルスの判定方法について公開されている国立感染研究所の病原体検査マニュアルでは、判定するのに必要なサイクル数を45サイクルとしている。45サイクルとは1本の遺伝子が理論上35兆本となる計算であると。宮沢准教授はこの45サイクルは過剰であり、死んだウイルスの断片など感染力とは関係ないウイルス遺伝子の検出につながる可能性が高く、 CT 値は32程度が妥当なのではないかと述べている。国立感染研究所に45サイクルとした根拠を確認したところ、以下の回答があったと。ウイルスRNA1 コピーの増幅が確認できるポイントがおおむね38か39サイクルであり、試験ごとに多少のズレが生じるため40サイクルとしていると。機器測定システムの性質上、40サイクルからの増幅を確認するためにはそれよりも5サイクル上まで増幅反応を行う必要があるため45サイクルとしている。つまり感染研の検査法は理論上で遺伝子1コピーを検出することを目標としているのだ。果たしてこの目標が妥当なのかどうか。海外では CT 値が34以上だと感染性ウイルスを排泄しないと推測できるという論文も発表され、実際に台湾では CT 値が35より低い場合のみを陽性と判定しているとの報道もある。また英米でのメディアではCR 検査で陽性とされたものの中で実際に感染しているものは少ないのではないかという懸念の声が上がっているということで、前述のですね、私サムケンが2時間ぐらいかけてね作成したという CT 値の表に、さらに主な国の CT 値を照らし合わせますとこのようになります。はい、でこの表でですね目につきますのが、一番上のですねこちらのニュージーランドなんですけれども、設定 CT 値は 18.76 から 31.5 以下に設定されているということで、美人すぎるジェシンダ首相がいち早くロックダウンを実施したことでもコロちゃん騒動初期の頃に話題となりましたが、この CT 値がとても良心的なというかですね適切な数値となっておりまして、死者数は2020年11月の24日現在におきましてもわずか25人となっております。ちなみにニュージーランドですけれども、ちょうどニュージーランドロックダウン直前にですねサムケンとチビ侍さんで訪問してきましたので、こちらの動画もぜひご覧ください。話はそれましたが、
京都大学の宮沢准教授もおっしゃっておられましたが、ウイルスが感染するには少なくとも RNA 量1万個以上が必要であり、感染力を持っているかどうかの推定限界値は CT 値32くらいとなっておりまして、台湾およびスウェーデンが35、中国37、米国37から40、そして我が祖国とフランスはですね40から45、英国が45となっております。小学校低学年の子供さんでも分かるようにできる限り分かりやすく解説をしましたので、ここまでこの動画を見ていただいた皆さんであれば、この表が示す意味が少なからずご理解いただけたのではないでしょうか。そして話を元に戻しますと、冒頭にお伝えしましたポルトガルの裁判所が CR 検査は信用できず強制隔離は違法という判定を下したという記事が、ポルトガルの話だけではなく全世界共通で言えることではないでしょうか。特に我が祖国日本の CT 値40から45、つまり1兆から35兆倍で1個2個の RNA を検出で陽性という桁外れの設定値、もはや言い方を変えればで上げもしくは魔女がと言っても過言ではありません。そもそも診断用に使ってはいけない CR ですが、せめて全世界 CT 値32以下に設定されてみてはいかがでしょうか。たったこれだけのことで世界は素晴らしい旧世界に戻ることでしょう。すべては CR 検査から始まった。ということで、私は医者でも科学者でも政治家でもなければただの侍です。サムケンが言ってることがおかしい、間違ってるとかありましたら、どしどしコメント欄の方にお書きください。はい、そしてまたですね、講演会の会場が決定しましたので皆さんにご報告します。開催日時は2020年12月26日土曜日の13時半開演ということで、会場は愛知県のメディアス体育館チタというところですね。で、交通アクセスはですね、電車ですと、名鉄常滑線朝倉駅下車で、徒歩5分程度ね。で、定員がですね200名限定となっておりまして、参加費が500円ですね。で、高校生以下は無料となっております。内容は主にこのチャンネルでお話しさせていただいていることをまとめた内容をプラス歌となっておりまして、タイトルですね、あなたと大切な人を守るための歌付き講演会、コロナ騒動の真相となっております。参加申し込み方法は概要欄の方に記載しておきますので、そちらをご覧ください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。